16日、港区、東京タワー内のテーマパーク、東京ワンピースタワーライブステージで、同パーク4周年のスペシャルライブとアニメ20周年、記念企画発表会が行われ、歌手、北谷博士と大月真希が、20年前にテレビアニメ1話を彩った、We Are、や、メモリーズなど、ワンピースファンに愛され続けている楽曲の数々を披露し、会場は熱狂の渦に包まれた。ステージ上の北谷が、楽しんでますか？新世界に出航だ！と呼びかけると会場は早速、大盛り上がり、We Can、We Go といった楽曲をパワフルな歌声で披露し、会場を大いに沸かせると、続く大月も、ラン、ラン、ランなどファンおなじみのナンバーを熱唱。ラストは、We Are を観客と一体になって大合唱した。北谷は、アニソン歌手としてのデビュー曲が、We Are だったと明かし、この曲が僕の人生を変えましたし、世界中どこに行っても日本語で歌ってくれる。最高です。と満面の笑み。一方の大月は、自身が歌うエンディングテーマ、メモリーズについて、よくアニメのために書かれた楽曲なのでは？と尋ねられることが多いと、切り出し、実は歌詞を書いた時は、ワンピースのことを知らなくてと告白。スタッフの方から、出だしの歌詞がぴったりで、ここで決まりましたと言っていただいた。ワンピースとの縁を感じましたねと振り返った。またこの日は、ドラマ、初めて恋をした日に読む話などで注目を浴びる永田、貴仁も、発表会のスペシャルプレゼンターとして登壇。永田は、同パークのライブショー、ワンピースライブアトラクションの、初代モンキー、ディールフィー役でデビューしており、ここの会場でずっとやっていました。まさかこんな形で帰ってこらえるとは思いませんでしたと、感慨深い様子。北谷と大月のライブも、最高でした。と語った永田は、ライブ出演をしていた時の原動力は、主題歌だったんです。本番前に、いつも聴いていたので、まさかここで聴くことができるなんて、幸せで、本当に、言葉が出ませんと付け加える。さらに、デビューが、ワンピースタワーのルフィ役だったので、僕もデビューから4周年。僕の俳優人生は、ここと一緒に歩んでいくんだろうなと思う、という永田は、だから、ここが僕の原点だと思っていて、ここに戻ってくることができて、嬉しい気持ちでいっぱいですと語り、ファンに、タワーの応援を呼びかけていた。東京ワンピースタワーでは、アニメ20周年を記念して、クルーズヒストリーと題したイベントを4月24日より実施、20年分のアニメの世界を五感を使って、追体験していく企画や、同パーク過去最大規模のミュージアムエリア、そして麦わらの一味の声優陣による音声ナビを実施するなど、数々の企画が用意される。